毎週、意外と二の手が一番怖い。二学期をかけて、あやまんになんか負けねえぞって。そうだ、そんなもん。で、あれからもう 15 年経っても、いまだに二学期をかけ続けておりまして。で、今、子供だ。僕らが買ってる最新の、一番新しいやつね。飲みのコールで、やっぱりこう、新郎軍ちょっと出てきてもらおうかな。そんな真っ直ぐに飲ませないとね。 分かんねえか、最新式だから分かんねえと思うけど、じゃあもし着いてこれたら相当古いです。はい、じゃあ行きます。せーの、一気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 
っちゃうそれ。それいっちゃう。じゃあ、じゃああの最新式のいっちゃう。最新式の。噂の、噂の最新式。まあ多分知らないだろうな。いくよ。俺知らない。せーの。一気、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 一気。はい、どうも、どうも。まあ、これぐらいでね、もう、何今の。できない。できないね。まず、まさかに一言もらう。ごちそうさま。でしたが聞こえない。はい。ダダ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 そのね、なんかさっきのクイズでなんか増田の気に入らない質問があったの。いやなんかさっきなんか、うん、皆さんも思ったと思いますけど、うん、最初のデートで京都っておかしくないですか。俺はおかしいなと。俺ディズニーランドと思ったよ。だろ、うん、俺もそう思った。そう思ったよ。何が思った。そう思った。声ちっちゃい。思ったぐらいだからみんな思った。思った思った。で、なんかしかもともちゃんに聞いたらなんかディズニーランドを行きたいのに増田が連れてくんないらしい。まだ行ってないと、うん、まだ行ってないね。じゃあだとしたらじゃあこの場でディズニーランドを初めてともちゃんに見せちゃう。青山で、青山で東京ディズニーランドが、東京ディズニーランドがオープンだ。オープンだ。何今オープンオープン、オープン。じゃあまあ普通にでもやってもしょうがないから学習バージョンにしよう。学習バージョンでお届けしたいと思いますが、皆さん
って照明がパッと暗くなるんでちょっとだけ待っててください。どうじゃ